ビクトル・バスネツオフ1918ワズの王女とは、ロシアの民話。アレクサンドル・アファナーシェフの編纂した、ロシア民話集に収められている。他の国にも類似した民話が残っている。王様が三人の息子たちに、それぞれが矢を放った先にいる娘と結婚するように、命じる。兄二人は、貴族と商人の娘をもらうが、末っ子のイワン王子は池にいたカワズを嫁にする。 王様は三人の嫁に白パンを焼く、絨毯を折るといった課題を与える。イワン王子は困惑するが、彼が寝ている間にカワズは、本来の姿であるワシリーサに戻り、魔法を使って課題をこなす。ある日王様は三人に嫁を連れてくるように言う。イワン王子は先に城へ向かい、ワシリーサは後から向かった。宴会で踊りが始まると、ワシリーサは、 池と白鳥を作り出し人々を喜ばせる。隙を見た、イワン王子は家へ戻り、河津の川を燃やしてしまう。ワシリーサはいなくなってしまい、イワン王子は行方を探す。バーバヤーガに、ワシリーサの居場所を聞くと、不死身のコシチェイのところにいるという。コシチェイの命は、 カシの木の上にある長餅の中のウサギの中のカモの、中の卵の中の針であることが分かり、それを道中で助けた動物たちの手を借りて取り出し、コシチェイを倒すことに成功する。呪いの解けたワシリーサは、イワン王子と幸せに暮らす。ありがとうございます。